シャンベリはフランスの東部オーベルニュローヌアルプ地域圏の都市でサボア県の県庁所在地である。人口は1999年現在約5万5千人。隣接都市を合算した人口は約11万人。都市圏としては約13万人の人口を要する。古代ローマ時代にこの場所にはレメンクムという名の町があった。シャンベリが都市の直を獲得し、 歴史に再登場するのは12世紀以降である。サボイヤ伯爵家はシャンベリに宮廷を置き、サボイヤ家が勢力を伸ばすに従い、シャンベリは発展していった。シャンベリの貴族は2回、サボイヤからフランスの間で移転している。1792年から1815年に、シャンベリはフランス領となり、モンブラン県の県庁所在地とされた。 しかし1815年には再びサボヤ家に帰属した。シャンベリの帰属が最終的に確定したのは1860年3月24日である。以後、シャンベリは再びフランス領に編入され、サボア県の県庁所在地とされ、現在に至る。第二次世界大戦中、シャンベリは1944年5月26日に空襲を受けた。 1961年には近接する二つの都市、ビシーとシャンベリーコールルイコール,コールビーを合併した。ありがとうございます。